フェースの芯で当たったからいいじゃんっていう、これは見た目に見えますが、どうも菅田一です。横浜ハンズゴルフクラブ2階グループレンジより本日もお送りしております。今回のテーマはパッティングに関するお話です。パターが苦手な方、パット数を減らしたい方、ショートパット苦手だよっていう方、ぜひ最後までご覧いただいて、この動画を見た後すぐに練習したくなる、そんな動画となっております。このパターをですね、上手に打つ、カップインさせるっていう上で非常に大事なのはフェースの芯で当てるっていうことです。これは多くの方が口を揃えて言うことなんですが、フェースの芯で当てるってどういうことっていう、そこをですね、意外とこう理解されてない方が多いと思います。自宅で、練習される方多いと思います。してないという方はマットを買って練習してください。じゃないと上手くなりませんので、こんな練習法をするとフェースの芯で当たってるってことがまず理解できるっていうことを今から説明していきますので、ボールとフェース、そしてお使いのスマートフォンを使ってこんな練習法をやってみてください。ご紹介します。これ今床に置いてある状態なんですが、このまま、地面とほぼ接地してストロークした場合、ズズ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 ズと当たってきた場合、ここに当たります。ここです。これ今ボールとフェースが接地しているのはフェース面の上ですね。ボールの基本的には赤道っていうこの一番出っ張ってる部分に当たるんですけど、これだとフェースの上部に当たってますので、いわゆる芯を外している状態です。真上から見るとこれはフェースの芯で当たったからいいじゃんっていう、これは見た目に見えますが、このアングルにするとフェースの芯ではないの分かりますよね。だいぶ上側に当たってますから。なのでストロークをした際にフェースの芯というのは地面から約3ミリくらい、この状態で止めるのちょっと難しいんですけど、3ミリくらいかな、コイン2枚分くらい浮かして当たってくると、ここです。ここは止められないけど、ここです、フェースの芯。ここが一番転がりが良くなる、まっすぐ転がりやすいポイントになります。これが最大効率でボールが転がる、いわゆる転がりがいいよねっていうボールになる。直進性がやっぱり高くなりますから、芯で当たると。そしてカップインの確率もですね、転がりがいいっていうのはカップをこうくるんってなるときありますけど、あれっていわゆる順回転、いい回転をしてると地面にこう吸い付くように転がっていくので、カップインする確率が高くなるんです。で、芯を外すとどうなるかというと、ボールがこう弾みやすくなってですね、バウンドしながら結構ショートパットとかも転がっていっちゃうと、バウンドしてるんでそのカップの縁に舐めた時にそのバウンドが合わないと、やっぱりちょっとこう奥の縁に当たってくるんってなったりするんで、全然やっぱりカップインの確率が違うんですね。練習法としては、スローモーションに切り替えていただいていきます。ちょっとこんな打ち方で、これはちょっと下目に、フェースの下目に当たってるのが分かりますね。なので実際打ってる時に、これは違う感触だなっていう。で、これ下目に当たってるんで、このハンズっていうロゴがまだ回転をするのが遅いんですよね。こっから当たってまだ回転してなくて、こっからちょっと回転していく、だいぶ弱いショットなんですけど、それでもこうやって空中に今ボールが一瞬浮くんですよね。浮いてます、ここまで。で、そこからちょっとバウンドして、その先から、転がる、これが順回転、順回転が始まるっていう感じなんですけど、この順回転が始まるのが早ければ早いほどいい転がりになってくるんですね。弾んでるうちっていうのは、ボールが減速しやすいのでいい転がりにならないです。なのでこれはスキットと言うんですけどね、この浮いてる転がってるその順回転が始まるまでのこの距離、スキット、トラックマンとかでやるとスキット距離っていうのが出てくるんですけど、ロングパッドになればなるほどこのスキットの距離は長くなるんですけど、スキットの距離が短ければ短いほどいいよねっていう、芯に当てる、これいい気がする。今のこうやっていろいろ試しながら、こう打ち方も試しながら、どういう回転が一番いいのっていうのをね、探してあげるといいですね。これほら、順回転が始まるのが
こっからもう転がってますから、これいい転がりなんですよ。芯のちょっと下っぽいですね。まだマシンではない。フェースのさっきよりもトップしてないですけど、でもだいぶ転がりは今ここまだ転がってないで、ここからもう転がってる。このロゴが回転し始めてるんで、これ線書いてあげると分かりやすいですね。線書いてあげるとこうやって順回転が始まっていきましたよっていう。なのでこんな風に練習しながらいろいろ打ち方研究して、一回一回見るのは大変なんで、まあ5球10球くらい打った後にどれが本当に良かったのっていう、それを確かめるといいですね。こっから今の芯の気がするな、さっきよりもさらに感触は良かった。こっからこれはいいんじゃないですか。これフェースの芯で当たってますね。やっぱりこう100円玉2枚分、500円玉2枚分くらい、やっぱり3ミリくらいですかね、地面から。あ、でも芯で当たってるんですけど、エネルギーは伝わるいい打ち方なんですけど、ちょっとこうバウンドが一瞬浮くのが、この距離がさっきより長くなった気がする。そうするとこの研究結果、この今ね仮定ではありますが、仮定として今フェースの芯にさっきよりも当たったと思われるんですけども、ここのスキッと弾んだ距離がさっきよりも長くなったということは、さっきほどの1個前の当たり方の方が、順回転はしてる説。ただこれさっきも言ったように、飛ばす距離が長くなるとスキッとの距離も長くなりますので、同じ距離感で打ててるっていうのが想定ではありますね。同じこうスピード感で打ててるっていうのが、ただこうおよそ芯で打ってれば悪い転がりになるってことはないと思いますので、基本的には。ですので今はちょっとアッパーになりすぎてた、そんな感じですよね。なので当たるところをちょっと変えずに、ロフトは寝かせない、こんな感じじゃないですか。どうですか。こっからまあ、ちょっとフェースの読めですけど、まあいいですよね。こんなのは本当誤差の範囲なんで、毎回こんな数ミリ単位で狙って打てるってことは難しいんですけど、正しいロフト角とこの当たる時の感触、あ、これが良かったんだって分かりますから、こうやって順回転が始まる。だいぶいいんじゃないですかね。こうボールがあんまり、これはさっきよりもこのボールが浮く、この一瞬ここで浮くんですけど、さっきよりも浮いてないですよね。さっきのやつは、先ほどのやつは完全にボールが一回浮いちゃってるんですけど、ここでなので、これロフトがこれつきすぎてるかなって感じですよね。だいぶこう見えてきましたよね。そうするといい当て方が、普通のストロークにしてみましょう。こういうねショートパットありますよね、1メートルぐらいの。こういう時に本当にいい転がり、いい当て方で打つっていうのがカップインの確率を上げるポイントですから。お、これいいとこに当たってます。これマシンですね。フェースの真ん中、この横から見た角度では真ん中、あとはその上から見たところでのこの左右がずれてると、また転がりはね少し悪くなりますけど、ここで一瞬ボールがちょっと浮いて、で転がりがこう始まっていく、これはだいぶいい転がりと言えますよね。試しにじゃあロフトが立ちすぎたバージョンとかねやってみましょう。こんな感じ、だいぶ下向いてますよね今ね。からの、あ、でもここでやっぱり下向いてる分、グッとここで地面にめり込んで、ここまで弾んじゃってる。回転は確かに早く始まってるんですけど、だいぶフェースの上目に当たってロフトが下向いてます。回転は始まってるんですけど、やっぱりこのスキットっていうバウンドしてる地面に設置するまでの距離が、ここも弾んじゃってますから長くなってる。やっぱり今のは転がりがいいように見えて前には行ってるんだけど、バウンドしてるっていう点では
ラインに乗りづらいです。イメージ通りに曲がってくれなかったり直進性が悪くなる打ち方ですね。最後アッパーでちょっと打ってみましょう。アッパーでいろいろこんな感じで研究すると面白いですよ。だいたい打つ距離は今のこの感じとしては1メートル以内。ちょっと早く振りすぎたな。こっからアッパーで打つとだいぶこうさっきよりも一番キャリーが出ましたよね。めっちゃキャリーがここまでキャリー出てで、まあ転がってバウンドしてますよね。だからやっぱりあのロフトはあんまり減りすぎても増えすぎてもこれはいい場所には当たってるんですけどね。ちょっとキャリーが出た分っていう感じということで、今日のテーマはですねパッティングということで今までにないアングル画角をお送りしたんですが、一つ言えるのはやっぱり芯で当たってると転がりが悪いっていう風にはならないんですけど、そこで細かくこうロフトとかね入射角っていうところでこうボールのバウンドの仕方が違うので真ん中に近いところに当てるっていうのはまずいい転がりをしやすい、タッチも合いやすい。その中でさらにこう自分の中でどれくらいの角度で当てるのっていう、どれくらいこう浮かせる感覚で当てるのっていう、人によってはちょっとこうハンドファーストに入れた方がいい人もいますし、人によってはちょっとアッパーでこう打った方がいい人もいますし、そんなことが分かるこうちょっと研究練習方法ということで、実際にストロークするときにその映像を頭に思い浮かべながらこうストロークできるとよりこう芯で当たって、そして当たった後のボールの転がりっていうのを想像して打てるようになると、まあ、タッチがあったりとかやっぱりショートパッドのこういい転がりで打てる確率も上がってくるかと思いますので、ぜひ皆さんも試してみていただきたい練習をということでご紹介させていただきました。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。